東海道線に乗って西を目指します。それまでは気温は低かったのですが、雪は見えませんでした。車窓はだんだんと雪景色へと変わっていきます。鉄道の大垣駅です。大垣駅自体は主要な駅で、 JR 東海、垂水鉄道、養老鉄道の接続駅です。その大垣駅構内を歩いていくと、垂水鉄道の大垣駅があります。安城、岡崎、蒲郡、豊橋の順に停車します。大垣駅の6番線に垂水鉄道の列車が到着します。ヘッドマークを掲示しているようですが、雪が張り付いていて全く見えません。車体に描かれた CC ネットというのはスポンサーかと思うのですが、遠くからやってきた自分にはこれがどんな会社なのか想像もつきません。地元の方々には当然わかることでしょう。そんな意味でも地域に根ざした鉄道なんだろうなぁと想像できます。列車は大きな川を越えます。とても立派な橋梁です。様々なラッピングが施されているようです。もちろんそれが広告なのは分かりますが、まだ鉄道会社の純正車両には出会ってないと思います。車窓の景色は雪がどんどん多くなっていきます。ほんのちょっと前とは見える景色が一変してしまいました。本日雪のため足元が滑りやすくなっております。降りの際は足元にはご注意ください。駅に降り立つと、外は立派な冬景色です。
列車は出発したはずなのにディーゼルエンジンの音や駅員さんの声が聞こえます。よく見ると1両の列車が見えます。どうも体験運転を実施しているようでした。冬景色の中に列車が非常に綺麗でした。運転を体験されている方には外からの景色はもちろん見えないのですが、ホームにある椅子には雨よけの簡単な屋根がついていました。そこに貼られている財産表には S31 年とありますから、昭和31年だと思います。手入れをしながら長く使われているということがわかります。体験運転を実施している横にこれから乗車する営業運転の列車がやってきます。こちらはプラレールが車体には描かれています。プラレールといえば子供にとっては定番のおもちゃですね。列車は糸抜き駅を発車します。外側だけではなく車両の中もプラレールです。実はカーテンもしっかりプラレールだったと思います。子供たちには大人気なんでしょう。子供の心には記憶として刻み込まれるでしょうし、少年の心を持つおじさんにもしっかり刻み込まれました。